アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。九州でタイトルマッチできて九州で王者になれるっていうのはもう最高ですね。 No one cannot touch my belt. Absolutely I win this fight 100%。 まあいろいろ回り道もしたけど、まあ、全てはこの日のためにあったのかなと思います。挑戦者、火の国から来た巨星ケイジ。熊本の地で生まれ育ち、サッカーに青春を捧げた学生時代、そんな男が心の隅で抱き続けてきたもう一つの憧れ。ずっとサッカー選手になりたくてサッカーを大学入る前に続けてたんですけど、 K-1 がどうしても頭の片隅にあって、それがどうしても離れなくて格闘技を始めることになりました。強くなるために、そこからただひたすらに戦い続けた。憧れていた K-1 の舞台にもたどり着いた。しかし一つの苦悩が付きまとい続ける。始めた当初は良かったんですけど、年齢とともに体が大きくなっていって、70キロまで落とせるんですけど、パフォーマンスがすごく悪いという状況はあって、それはすごくストレスになってました。ヘビーの時は自分より10キロ以上重い選手とやっぱり試合してたし、自分のパフォーマンスはできるんだけどそれじゃ通用しないっていう体の大きさっていうところに苦戦しました。もがきながら戦い続ける中、2018年に一筋の光が差し込む。 K-1 に新たな階級クルーザー級が新設されることに。90キロは自分の動きも出せるし、パワーも通用するし、自分自身が一番表現できる階級だなと感じました。絶対の自信を持って迎えた初代クルーザー級王座決定トーナメント。1回戦、もう一つ取っていくハイキック切れた。アメリカ代表ブライアン・ミククラスを1ラウンド KO で下し、王座獲得に向けて好スタートを切った。しかし準決勝、シナ・カリミアンの猛攻にペースをつかむことができず、無念の敗北。 K-1 王者の夢は幻となった。一方この一戦で勢いに乗ったカリミアンはトーナメントを制覇、初代クルーザー級王者に輝いた。戦ってみて負けはしたものの手応えはあったんで、 K-1 王者はそんなに遠くないんだっていう気持ちは出てきました。悔しさを糧に夢をつかむためにやることはただ一つ、王座決定トーナメント全試合を KO 勝利で飾り、クラッシュクルーザー級王者に輝くと、カリミアンとタイトルマッチで大接戦を繰り広げた加藤久喜を堂々の1ラウンド KO。 実力でこの男の元にたどり着いた。 No one cannot touch my belt. Absolutely I win this fight 100%。初代 K-1 クルーザー級王者、イランの英雄シナ・カリミアン。2メートルの長身から繰り出す強烈な一撃。どれだけ打たれても決して折れない心。そして名門パワーオブドリームで身につけたテクニック、心技体全てを兼ね備え、2年もの間クルーザー級の頂点に君臨し続ける男。このベルトは誰にも渡さない。 I have to stay K-1 champion to give power to my people in my Iran.
I'm gonna smash him like last time and defend my belt and steal. シェアの弱みはもう分かってるんで完璧に攻略します。決戦の舞台は福岡。この地を拠点に頂点取りに向けて己を磨き続けるケイジ。たとえ相手がどんなに強敵でも絶対に成し遂げてみせる。まあ、福岡に住んでて本当に人はあったかいし、本当にこの街が好きで、九州でタイトルマッチできて九州で王者になれるっていうのはもう最高ですね。俺が K-1 チャンピオンになって引っ張ってこの九州で格闘技を広めていきたいと思ってます。 K-1 ワールドグランプリクルーザー級タイトルマッチ、王者シナカリミアン VS 挑戦者ケイジ。